マルチェット・ピアチェンティーニ、マルチェット・ピアチェンティーニは、イタリアの建築家、都市計画家、ローマ出身。ブレシアやトリノなど、イタリア各地の都市計画やローマ大学都市の設計で、知られる。20世紀イタリア建築界において30年間に、渡り、シーンに、登場。1910年から1940年の、イタリア建築の最大の思想家の姿と仮定すると、 ファシスト機関に記念規制の強いディレクター職といった、その熱狂的な号のために政権が事実上すべての建築と都市活動に適応。戦後政権との関係のために大きな論争の対象となり、人物に対するオープンで重大な議論を引き起こした。建築家とテレーザ・ステファーニの息子としてすぐに成功を収める。わずか26歳の1907年に、 ベルガモの中心部の改装設計協議に参加。イタリア全域で集中して働いていたが、ファシスト時代にはとりわけローマで特に重要なポジションをとっていた。首都で実現した建物と都市計画は、一方では、ドゥエースの建築家や宮廷建築家のイメージに集約される。そして他方では、都市の様子を著しく暗示した。最初期の作は、 ドイツの有限都市ティールとウィーン分離派の言語に非常に近く驚くべき質が多少知られていたが国際的な教育を得ようとオーストリア及びドイツへ青年期にできる限り多くの旅行をしたため彼はホーフマンとオルブリッジの古典プロトレナノリスタダネのニュースを吸収していたこれらの案が表現される要映画館の位置を決め北欧環境、出窓 概要から現代的な要素を組み込み、芸術に注意をもって、ルシーナ・ローマのサン・ロレンツォ広場ではない、疲れたルネサンスのレパートリーに落ち着いた。しかし同意興奮を喚起できない実験的なピアチェンティーニの難しい試みは、多くの論争によって、自分のポケットから支払うプロジェクトに変更しなければ、ならなかった。1905年、一緒に勝利したジュゼッペ・クワローニと、 アイデアコンペ主催の将代表団のバジリカータ、州における新しい精神科病院の建設に力を入れた。プロジェクトオフィリア18はパビリオンやその他の小さな建物で構成されたが、その後、意図された用途を変更し、ルーカン資本のサンタマリア地区開発で独自の建築オリジナリティを放っている。年、グスタボ・ジョバノニを設立し 監督建築と工芸を創刊これよって編集長、エミリオ・ビステキとカロジェロ・タミネリらと美術出版から1931に出版される。ノベチェンとジュゼッペ・テラーニのグルーポ7、ジュゼッペ・パガーノ・ピアチェンティーにアダルベルト・リベラなどの合理主義グループから古典派の中間になりたい簡略化された新古典主義を作成。実際にも時間の記念碑が典型的で、 神秘的な動向とはっきりと接中的なオリジナルのスタイルを作成するため両方の動きをマージしている。1929年ムッソリーにはイタリアのアカデミーのメンバーに任命し最高のイタリアの知識層を結集させる。古典の伝統への参照はすべての確立に貢献し、特に1930年代以降多くのファシストスタイルは ムッソリーニとファシズムの高い階層にとても愛された。その年に記録の中で最初の建設であるイタリアの超高層ビルはキュイナーの低実績の一環として作成されたブレーシアの国民保健協会勝利広場。イルトリオネは15階建てと57.25メートル高さのシカゴの高層ビルにインスパイアされた赤レンガで覆われた鉄筋コンクリート建築である。 そしてヨーロッパ発の超高層ビルである。一般的な仕事とともに、最も権威のあるものでは、ローマ大学の都市と建築のキャンパスと、個々の建築、ローマ万国博覧会を1942年に開催に際して、築構成など、エウローパ、公園と E42 の庭園などがある。しかし、大学都市の場合、個々の建物の設計に携わる若手建築家とは、 勝利し最も記念碑的な建築 E42 のコンペの際、いくつかの自由に話す機会があった。その協力者によって寄贈され、今後の展覧会の開発計画も苦しんで、ユーロは戦争後に発生した計画学期の繰り返しにより、改正策を追ったが、それらのほとんどが同じ共同研究者の指導の下で策定されている。ジョルジョ・カルザビーには主なインスピレーションの 主なアイデアを認識できないでいた。1935年のキャンパスの仕事の大成功をきっかけに同年、ブラジルリオデジャネイロのキャンパスのプロジェクトにも担当した。私は偉大な平成と完璧なフィット感で私たちのアーキテクチャを参照してください。新素材で許可され新たなプロポーションを受け入れますが、常にすべての私たちの芸術と 私たちの精神の本質である神の調和に、それらを従属。ますます、ホームの絶対的なシンプルさと誠実さをそらしきや、無色繰り返しの放棄を受け入れますが、常に適切な装飾の愛部をした当事者によって離れて、配置することはできません。都市のために開発された、復旧計画では、リボルの唯一の商業と政府の機能を中心に、成果物を残し、 建物を強化する方法の干ばつを実施することを考え、イタリア合理主義の原則に従った。他の場所ではしかし、公営学都市ともした、いくつかの歴史的な中心地の解体、ノビのような都市構成とラジアル通りの開口部の開発など、破壊的なアイデアを提唱。最も有名なもので、ローマデルラコンチリアツヨーネ経由の通り、 操作の解体をボルゴプラザの解説のためでを建築家アッティリオスリックスパカレリと共に1936年プロジェクトで共同歴史はその間に1927年と1936年メートルにトリノをストレッチするローマ通り沿いのサンカルロ広場はカルルフェリーチェから新コントラーダ骨抜きの印象的な作品またブレシアで生みの親となった勝利の広場プロジェクトは 主催、コンペで勝利したものである。このコンテキストではイタリアで57メートルもの高さのため最初の超高層ビルの作者でとなった。1909年に多数の委員会の有力なメンバーに連ねたが、ローマで1925年に策定されたマスタープランのために全体的な変動から1931年と1942年。 マスタープランへの一般的な変更作業が含まれた。ローマ、ラサピエンツァ大学建築学部で都市計画の教授、ファシスト政権の崩壊が、ウンエ・ファマラの一層だったが、すぐに席を残して教育を再開。学部長の地位だったが1955年に年齢制限に達する。その多くの建築プロジェクトは戦後、特定の疲労からの苦しみは、 第2の再編で最高潮を達する。1960年完成のローマのオペラハウスをブルーのゼビが良好な内装に復元。その後外装は愚かなファサードとされた。彼の最後の建築作品は1957年にピアルイージナービと共に設計されたユーロのスポーツパレス。これは骨の売れる一連のデザインバリエーションの最終成果を表している。 最後の都市計画は1950年、コントローラフロアによってなされるジョルジョとアルベルト・コルザ、ビニと一緒に署名しているバーリのマスタープラン、構成である。1956年以来の議会計画委員会のメンバーとして、最初コミッションアナリストの一部として、1962年に採択するローマ市マスタープランの作成には影響を与えなかったが、 戦前期から死去まで安定した機種になっていた。父親のピオ・ピア・チェンティーニ・トベラの墓地にある家族の墓に埋葬されている。長い病気生活後に死に至るなど建築家、ブルーのゼビが彼を1925年に死んだと記述したように無慈悲な判断が下された。1911年以降、ピア・カンティーニによるいくつかの作品の再評価が行われた。最近、 彼が行った多くの都市主義的な事業の成功は、1936年にトリノで開催された第2次2十世紀のローマ通りの開幕に河川が引かれた。永続的かつ有益であるにもかかわらず、間違いなく広く文書化されている政権との彼の関係は不一致を書いていない。年初には、実際の風でピアチェンティには、中ファシスト隊に襲われたジェンーノ家と財産を、 持っていた、このジェスチャーの原因は、おそらく、すでに父、ピオのおかげで持っていた若いマーセロ・ピアセンティーニの知人という情で発見され、文字に、引き寄せでは、フリーメイソンと、反強権主義としてのアーネスト姉さんと、エッオレ・フェラーリーやムッソリーニに歓迎されず、結果的に暴力的で寛大なノーソン・ファシズムに、歓迎される。20年後のピアチェンティーニの成功は突然ではなかった。 早くも10代で建築風景の約束だけでなく、1911年に課せられたローマの国際展示のための一時的な建物の建設やサンフランシスコでイタリアのパビリオンをして高い公職に携わっていた。建築図書館を持つラサピエンツァローマ大学は年間で彼の娘ソフィア・アンネシ、 ピアチェンティーニから寄贈された2300のボリュームと60回の定期観光物を含むピアチェンティーニ基金、ピーチェンテニーを保持し1970年から1971年。技術的な科学の図書館のフィレンツェの大学は1980年に寄贈され、基金マーセロピアセンティーニとして保存し、印刷物やアーカイブ文書から構成されている。 マルチェット・ピアチェンティによる1933年から1936年、イタリアは何を構築してきたか国立近代の概念について明確なコメント、これらの作品のより完全かつ徹底的な検査のために、それらを有機的にコヒーレントと分体定義され、だけでなく、実際の味の規範に従順ではなく、国家の影響に直接関連均一な人相を非難。 国籍のこの感覚は、バイアス、または、管轄や、観察の障害の感覚の欠如のために、彼らは、単一の一般的な印象の中に、近代建築のいずれかの仕事と運動の範囲をマージ、し、それらのいくつかの批評家によって疑われます非常に、異なる地域の現代は、この見かけの国際主義に、あらゆる犠牲を払って、味の大流行を受け入れるのではなく、 幼い全面的な拒否で反応することを望んでいる。AA, VV, マルチェット・ピー・チェン・テニア・アーキテクト1881から1960、ガンゲミ・エジトレ、ISBN 978から8849250053、2016年1月10日に URL で、R. ホロンスタインはそれを、ホーハー・アーキテクト・デ・ルウーチェと呼ぶ、C.F. ローマン・ホレンシュタイン。 メタクシスチェバウズカルプッチャーネクストルームアット URL は2012年3月1日にハットマルチェットピーチェンテニーエンジニアとイタリアの建築家の解放ポテンザ亡命者によって授与されたプロジェクト a ホーィン・ n n 3 7から381906年9月23日ジュゼッペ・コポーラリー G ・クエロニー M ・ピーチェンテニー 地方マニークモヨディ・ポテンザの建設のための競争。競争の理由、オフィーリアプロジェクト、失敗した実現、ポテンザ、イルシリース、1997出展、20年代から30年代のイタリアの建築士、私は1921年5月から6月までの文書。コピーは、アーカイブピリアディシー、ライブレリー、ペニカルチャーライ。 URL は2014年6月9日に参照。AAA、VV、マルチェット・ピーチェン・テニア・アーキテクト1881から1960、ガンゲミ・エジトレ、ISBN978 から8849250053、2016年1月10日に、URL で、ブルーのザビ、建築家として、彼は1925年に亡くなりました。 アーキテクチャークロニクルズ 316A1983 年に新聞とのインタビューであるイルメイセジェロルドビコクエロニーはファサードのプロジェクトをサポートするために来た特命の従業員の仕事だったがピーチェンテニーが彼の1932のプロジェクトを発掘していた可能性が高いピーチェンテニーはメイソンだったビトリオメッソーリは現実にあったとフリーメイソンの 高い残ったと書き、ウールで、フリーメイソンと呼んでいる、ビトリオメッソーリ、カトリック、熱意とケアダウン忠実な、コリエーレ・デラセラ、2014年4月28日、P6 フィレンツェ大学、マルセロ・ピア・カンティーニ・ファンド。チャーテ、大学図書館システムのアーカイブコレクション。2017年8月4日に URL を参照してください。マルチェット・ピー・チェンテニー、プレファス。 イン、アグノルドメニー・コパイカニュー、イタリアン・アーキテクチャー、ミラン、1936、ピアニッシモ、6から7。ルイ・モンゾ、建築変革・キリストの教会・ピアセンティーニツ精神、ローマイム・コンテックスト・デル・カーチェンバー・ライケン、アーナイザー・ンイム、ファシストスケ・ニー・イターリン・キング、中、クンスト・ウント・ポリティック、ジャブク・デア・ゲルニカ・ゲゼル・シャフト、15.2013、ピアニッシモ、 83から100、ハンネス・オバーマー、スタッド・イムン・ブルー合理主義の中で、採縫された。生きる道、ボールツアー,のボーン冒九1930-40、ボールツアーの、ラフォブリコ・デル・テンポ、2015、P38。博物館及び、マーコニアン霊病に関するすべての文章、http www.fgm.it チェニス。 カルロス、スタディウム・ウルビスのチャペル、教皇からの贈り物、キリスト教文化の兆し、イン、ベネデッティ、サンドロ、マリアーノ・アッパ、ローマの大学とシラカペラデラ・ディビーナ・サピエンザ、ローマ1998年、9から56、ありがとうございます。